七クマ。伝生、胸とお尻だったらどっちが好き？やっぱ胸だよな。男の夢だろ。いや、絶対お尻。男のロマンだ。興味ね。伝生、お前ノリ悪いな。クール男子気取りやがって。別に、そんなつもりないけど。俺は沢木伝生、高校生。よくみんなからクールだとか冷めてるとか言われるが、自分ではそんなつもりはない。それに、女性に興味がないってわけでもない。ただ、俺が女性に惹かれるのは、胸やお尻ではないってことだ。次移動教室だろ。先に行ってるぞ。おいおい、真面目かよ。先行くなって。俺が廊下を歩いていると、曲がり角からいきなり女子がすごい勢いで飛び出してきた。あ、うわ、大丈夫か？てめえ、よくも私の柔らかいとこ触りやがったな。え？とぼけんじゃねえよ。今私のここ触っただろうが。ああ、二度腕か。うん、ぶつかったけど。くそー、やられた。ぶつかったのは悪かったけど、そっちがすごい勢いでぶつかってきたんだけど。別にぶつかったこと自体を言ってんじゃねえよ。問題はあんたが私のここを触ったってことだ。それにどんな問題が？だからその、何？そのプニプニしてただろ。プニプニ？絶対に言うなよ。私のここがプニプニしてるって。ああ、もしかして二の腕がプニプニしてることを気にしてるのか？なんでプニプニしてたらダメなんだ？だってみっともないだろ。腕立てしてもダンベルしても引き締まらねえんだよ。こんなの恥ずかしくていられるかよ。俺は可愛いと思うけど。可愛い？ふざけんな。あんた私のことからかってんのか？いや別に、本当にそう思っただけだから。俺、二の腕の柔らかいプニプニしたところ好きだし、そういう女子って可愛いって思うけど。あ、私は連星いた。お前歩くの早いって。で、何してんの？ああ、ちょっと女子とぶつかった。それじゃ、悪かったな。お前ら行くぞ。連星、やべえやつとぶつかっちまったな。あいつ、2組のトーヤアリスだぞ。ヤンキーで喧嘩っ早くて有名なんだぜ。そうか。まさかお前、喧嘩ふっかけられなかっただろうな。ああ、まあ怒ってたけどな。お前気をつけろよ。子犬みたいなやつだったけどな。沢木連星いるか？やべえ、来ちまった。怠慢の申し込みだ。おい連星、早く逃げろ。いや大丈夫だって。連星、死ぬぞ。トーヤアリス、どうした？私の名前知ってんのか？昨日カズオから聞いた。有名なヤンキーなんだってな。いや、有名ってほどでもないけど。嬉しいのか？そりゃ、私らにとって名を知られるのは名誉だからな。それより、ちょっといいか？校舎裏とか体育館裏に呼び出しってやつか？別に怠慢申し込むわけじゃねえよ。そうか、なら行く。それで？それで、昨日はその悪かったな。私が走ってそのぶつかっちまって。ああ、そんなこと気にしてたのか。その怪我はなかったか？大丈夫。本当か？私に気使ってねえよな。見せてみろって。シャツ脱がせてどうする気だ？ヤンキーって言うからどんなやつかと思ったけど、トーヤって意外といいやつだな。え、私がいいやつ？だって俺の心配してくれたんだろ。それはあんたが私のプニプニ褒めてくれたから。ああ、好きだ。好きってなんだよ。女子の二の腕のプニプニは
男のロマンだ。はあ、二の腕だけかよ。ん、何が不満なんだ。別に。そういうことで昨日のことは気にしなくていいから。ちょ待てよ。なんだ。そのん、私があんたを守ってやるよ。別に誰にも狙われてないけど。これからヤンキーに絡まれたり変なおっさんとかにイチャモンつけられるかもしんねえだろ。俺背高いしガタイも結構いいから絡まれることないんだけど。いいから黙って私の言うこと聞きゃいいんだよ。どっちかっていうと今がヤンキーに絡まれてる時のような気がするが。ああ分かった。じゃあな。その日からトウヤは俺の元に顔を出すようになった。レンセ、昼飯食うから屋上行くぞ。え、俺ここでもう食べてんだけど。いいから来な。それじゃあ行ってくるわ。レンセが連行された。ほらなんだ。弁当作ってきた。開けていい？ああ。うわ、かわいいな。こういうの嫌いか？いや、俺には作れないからすげえと思う。これ、トウヤが作ったんだよな。ちっちゃい頃から母さんと二人で暮らしてて、料理は得意だからな。うん、うまい。ほんとか？ほんと。そうか。よかった。なら、もっと食え。私が食べさせてやろうか？いや、いい。そうか。連生、帰るぞ。また来た。別に一緒に帰る必要ないだろう。何言ってんだ。お前に何かあった時に私が守ってやれねえだろうが。トウヤ、お前どこ住んでんだ。七熊台にある団地だ。そっか、割と近いんだな。だったら途中まで一緒に帰るか。え、レンセいいのかよ。そんじゃお前ら、また明日な。おい、一体どうなってんだ。俺にもわかんねえよ。ん？どうした？いや、七熊アイスの新作アイスだって。そういや、5月9日がアイスクリームの日って知ってるか？え、知らねえ。そうなのか？1869年5月に横浜でアイスクリーム店が開業した日にちなんでいるらしい。その日は七熊アイスのレギュラーシングルが100円になるって。マジで？絶対行く。アイス好きなのか？うん。でも私がああいう可愛いのとか食べたりするイメージないだろ。だからいつもこっそり一人で買って食べてる。別にイメージだとかイメージじゃないとかで食べるもんじゃないだろ。食いたきゃ食えばいいじゃん。そしたらレンセ、私と一緒にアイス食ってくれるか？別にいいよ。やった！じゃあどんなアイスあるか調べてみようぜ。そんなに食いたいなら今行ってもいいけど。ダメだ。5月9日のアイスクリームの日に行くって約束したんだからな。約束は守んねえとだろ。そんなもんなのか？待ち受け可愛いな。バカ、勝手に見んなよ。いや、見えたから。ほら、七熊アイスのメニュー。俺はその時に決めるからいいよ。そうか。どうしよう。フレンチバニラもいいけど、ストロベリーもいいし。この七熊スペシャルってのは七熊クッキーが乗ってるのか。あー、悩むな。まだ日にちあるし、ゆっくり悩んだら。それじゃ、俺はこっちだから。トウヤはあっちだろ。何言ってんだ。家まで送るって言っただろ。いいよ、トウヤに送られたら今度は俺がトウヤを家まで送ることになるし。それじゃあな。あの、また明日。ああ、また明日な。おはよう。あれから毎日トウヤさん連生に会いに来てんな。なあ、本当のとこどうなのよ。あ？お前とトウヤさんの関係だよ。例えて言うなら親ガモと子ガモみたいなもんだな。トウヤさんのことそんな風に言えるなんて連生すげえな。
ああ、リスペクトだわ。喋ってみたら割と普通の女子だぞ。私は親釜に懐いた後をついてくる子釜ってことかよ。全然恋愛対象じゃねえじゃねえか。連生、うわ、びっくりした。ドキドキしたか。ん、そうだな、いきなり飛びかかられてドキドキしたな。そうか、よかった。ん、どうした。ね、別に。行くぞ。あれもしかして俺らの話聞いてたのか。今の会話って恋愛の意味でドキドキさせたかったってことだよな。なんか方向間違ってるし、連生に伝わってねえ感じだよな。あのさ、もしかして結構東野さんって純情なのかな。それな、俺も思った。連生、今日は私が弁当食べさせてやる。え、別にいいよ。いいから、ほら。あーん、急にどうしたんだ。連生、帰ろ。おお、帰るか。じゃあな。あれ、東野さん間違いなく可愛く見せようとしてたよな。ああ、努力してんだな。泣けてきた。あのさ、連生はどんな女が好みなんだ。なんで突然そんなこと聞くんだ。それはその、あれだよ、女としての自分磨きっていうか、てっぺん目指すっていうか。ふん、どこのてっぺん目指してんの。七熊山。近すぎだろ。笑うな。その時俺たちの視界に何人かの小学生が猫を囲んでいるのが見えた。こいつ引っ掛けやがった。捕まえろ、そっちの尻尾引っ張れ。なんだ。俺がそう思った瞬間、トーヤが駆け出していた。ほら、お前ら猫をいじめるな。違うよ、友達の猫が逃げ出して俺たち見つけたんだけどさ、警戒されてんだよ。なんとか捕まえたいんだけど、俺たちのことおちょくってるみたいに逃げ回ってさ。まあ確かに頭にきてたけど。私に任せな。トーヤはそう言うと、制服が汚れるのも構わず四つん這いになって顔を地面に近づけると、猫にそっと忍び寄った。にゃーお、にゃーお。猫の鳴き声うまいな。にゃーお、にゃーお。すると猫の方から少しずつトーヤに近寄ってきた。にゃーお、にゃーお。大丈夫だ、こっちに来い。にゃーお。あっという間に猫はトーヤの腕に抱かれていた。しかも抵抗することなく、おとなしくしている。やった。あ、見て、見つかった。ほらよ、ヤンキーのお姉さん、ありがとう。ありがとう。じゃあな。制服汚れちゃったな。あ、ほんとだ。取ってやるよ。すまねえ、こんなんだから女として見てもらえねえんだよな。トーヤは間違いなく女だぞ。そういう意味じゃねえ、恋愛対象としてって意味だ。トーヤは優しくて正義感が強くて律儀で、料理もできるし、可愛いもの好きで可愛いし、二の腕プニプニで女性として魅力的だと思うぞ。でも連生にとって私は子供でしかねえんだろ。こんなでかい娘を持った覚えはないが。あんたが私のこと親釜にくっついて歩く子釜だって言ったんだろうが。ああ、嫌だったか。好きな奴にそんなこと言われたら嫌に決まってんだろうが。そっか、ごめん。俺はそんなトーヤが可愛くて好きだって意味で言ってたんだが。はあ？ちょっと待て、もう一回言ってみろ。そっか、ごめん。その後だ、バカ。俺はトーヤが好きだ。いつの間にかトーヤと過ごすこの時間が楽しいなって。早く言えよ。自覚を持ったのがついさっきだ。トーヤのニャーオでやられた。そうか。トーヤ、今日はアイスクリームの日だ。そうだった。それじゃあ七熊アイス食べに行くか。今日は100円だから、いくつでもおごってやるよ。マジで？やった。
でもやめとく。なんでだ？だってこれ以上ここがプニプニになったら困るから。何触ってんだよ。極上のプニプニの触り心地を堪能してた。変態かよ。俺はトウヤのプニプニが好きなんだ。勝手にしろ。照れてるトウヤ、可愛いな。突然何なんだよ。思ったことを口にしただけ。あんたクール男子って言われてんじゃねえのかよ。トウヤだってヤンキー女子って言われてるのに、本当は優しくて可愛くて甘いじゃん。うぐ。これからアイスクリームより甘い俺たちの恋愛が始まりそうだ。七クマアイスうめえ。今日アイスクリームが100円だって連星にも教えてやればよかったな。連星、トウヤさんはどうすんだろうな。なんかトウヤさんが不憫になってきたわ俺。思いが叶うといいよな。ああ、そのすぐ後、ラブラブな二人が七クマアイスにやってくるとは思いもしなかった俺らだった。くっそー、リア充爆発しろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。